公演オープン記念イベントといたしましてですね、はい、このカゴかきレースが復活するということになりました、はい、今日は本当に楽しみでございます、はい、もう早速いろんな仮装されたチームがですね、復活いたしましたけれどもね、はいはい、では早速ね、はい、オープニングをですねこの方に飾っていただきましょう。ロッカーの神ダンスボーカルグループスターズの皆さんでございます。スターズの皆さんは強力な歌唱力とダンステクニックを併せ持つ超実力派シンガー清水久美子さんを中心に結成されたグループで、千春さん、風音さんのお二人がパフォーマーを務められています。昨年の秋に結成されたばかりのグループなんですが、その実力と音楽性の高さから活動開始からわずか数ヶ月にもかかわらず、関西各地のさまざまな大型イベントでメジャーアーティストや PR タレントに抜擢されているそうです。そして今年からはタレントやモデルとしても多数のメディアにご出演されているということで、京都の情報誌の表紙モデルですとか、テレビ番組のレポーターなんかでもご活躍されているそうですよ。はいはい、つい最近も見ましたね、はいはい、あの活躍の今話題のアイドルグループでございます、はい、さあそれではいよいよ今後のブレイクが期待されている大注目のダンスボーカルグループスターズの皆さんに本日のオープニングを盛り上げていただきましょう、はい、皆さんどうぞ大きな拍手でお迎えください。スターズの皆さんよろしくお願いします。ダンス&ボーカルグループスターズと言います。よろしくお願いします。はい、私たちはね、先週もここでギネス世界記録に挑戦した時もライブをさせていただいて、その他にも去年草津ハロウィンだったりとかクリスマスパーティーだったりとか滋賀でイベントはたくさんさせていただいてて、滋賀のみんなはね知らない曲やけど一緒に踊ってくれたりとかしてくれて、すごく温かい、方たちがたくさんいるので今日すっごい楽しみにしてきました、この後壮絶なレースが繰り広げられると思うので精一杯盛り上げたいと思います。皆さんも私たちのライブで勢いづけて楽しんでいってください。それでは1曲目聴いてください。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。「でも答え
さん元気な声聞かせてください。こんにちは。こんにちは。おー、いい声ありがとうございます。私たちダンス&ボーカルグループスターズと言います。よろしくお願いします。メンバーが3人しかいないので、今日は皆さんに顔と名前だけでも覚えて帰ってくれたら嬉しいなと思っております。はい、スターズのメインボーカル清水久美子です。よろしくお願いします。はい、パフォーマーの千春です。よろしくお願いします。はい、同じくパフォーマーの門出です。よろしくお願いします。はい、ということで、私たちは普段ライブ活動はもちろんなんですが、こういう感じで関西各地の大型イベントでゲストアーティストで呼んでいただいたり、 PR タレントとして呼んでいただいたりとか、他にはさっきも紹介してくれてたみたいに雑誌のモデルをやったり、タレントをやったり、司会をやったり、いろんなところで活動させていただいてます。皆さんもしよかったらお手元の携帯で星マークスターズで検索してくれると、すぐに公式サイトが出てくるのでチェックしていただけたらなと思います。そこで私たちのライブ情報を随時更新させていただいてたりとかするので、定期的にね、滋賀県にお邪魔させてもらってますので、簡単に会えるかなと思います。よろしくお願いします。ちょっと戸惑いながら、I keep
ありがとうございます。ね、ここで、私たちスターズのこと顔見慣れてきたと思うので、私たちのことをもうちょっと知ってほしいので、今後のイベントの情報だけお伝えさせていただければと出演させていただきます。このイベントは4年に一度しかない食のオリンピックとも言われる超大型ビッグイベントなので、ぜひぜひ皆さんよかったら遊びに来てください。お願いします。はい、このね、あのインテックス大阪で行われてる食博覧会に本当に、いつも滋賀でライブさせていただいているときは皆さんが温かくて本当に楽しく終われます。次は今からね、もう夢を持って1位を狙って頑張る皆さんにぜひぜひ聴いていただきたい、いただきたい曲です。夢とか目標で絶対願って信じて、その心が強ければ叶うものなので、
あとはいよいよ合格レースが始まるわけなんですけれども、なんとあの私たちスターズの中からも風音と千春がレース出ます。あのみんな本当にこのお姉ちゃんたちガチで多分取りに来ると思うから絶対負けたらあかんよ。あ、じゃあ意気込みせっかくやから聞いとこうかな。もう乗るからには優勝を狙っていくので皆さんよろしくお願いします。まあ、乗るからにはっていうか、まあ、乗るだけなんですけどね。あの迷惑、あの重くて進まないっていう迷惑をかけないように、あの食事は控えて頑張りたいと思います。はい、あの千春の場合はただの脅してるお姉ちゃんやったから、もうほんまにシーンってなったから、やっぱどうしようと思って最後に回さんくてよかったわ。はい、そしてね、片手の場合は本当にこの子あの取りに行くみたいなんで、今日お昼ご飯食べてません。はい、取りに行くみたいです。皆さん負けないでください。はい、ということで皆さんの華麗なる一発目を飾らせていただきました。私たちダンス&ボーカルグループスターズでした。ありがとうございました。はい、スターズの皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、それではね、今日来ていただいているお客様の皆さんにも説明させていただきます、はい、4つの関所がありまして、まず第1の関所、つかめパインアメで愛想シーンということですね。こちら、はい、レース参加者5名が福引き箱からつかみ取った黄色のパインアメがいくつあるかで勝負していただきます、うん、パインアメを手づかみで、うん、その取った数がポイントになるということでございますね、はい、あの決して口の中入れないようにしてくださいね、はい、口の中入れてもポイントになりますよね。美味しいですけどね、後にしてください。そして第2の関所はひょうたんで阿弥陀くじ。こちらの関所はですね、はいはい、ポイントを記したひょうたん10個にそれぞれ紐がくくりつけてあります、うん、引っ張ったひょうたんのポイントが得点になります。ということはポイントが、ひょうたんがそこにポイント書いてあって、そう引いたらひょうたんが10度でさ10ポイント、はい、そうです、そういうことでございますね、はい、そして 40m また走っていただきまして、はい、第3の関所は目指せパーフェクト草津川跡地公園横断丸抜クイズということでございます、はい、こちらの関所はですね、はい、レース参加者5名がクイズに答えていただきます。そして正解した人数がそのままチームのポイントになります、はい、5名が丸抜クイズに全問正解したら 5ポイントということになりますね、はい、そういうことですね。はい、そして第4関所は街を愛し本気でダッシュ。はい、こちら最後の関所となりますが、こちらゴールまでのタイムトライアルになっています。あ、こちらはもうタイムで、はい、そう、最後の力を絞ってゴールまでねダッシュしてください。なるほど、第1関所、第2関所、第3関所、第4関所を全て通過いたしましてゴールします、はい、全てのトータルのポイントが、はい、ポイントで争うということになりますが、が衣装とか、はい、その時のパフォーマーとか、すべて審査員で、はい、他にも得点がつきますので、はい、皆さんいろんな個性を出していただきましたので、ね、そうですね、審査員の方にどんどんアピールしていただきたいと、どんどん審査員にアピールしながらレースに参加していただきたいと思います。はい、はい、それでは準備の方は整いましたでしょうかね。ですかね、 OK ですか、はい、ここが見やすいの。はい、エントリーされているチームは集合場所の方に、お並びに整列してください。なんと第1チームがスタートいたしましたら、その8分後に第2チームがスタートいたします。どんどんスタートしていきますので、遅れることのないように順番にお並びいただきたいと思います。なおこちらの今、管理棟の前はゴール地点になっておりますので、第4スタート走った、2秒で2秒
次は出してもうけ、でもここは破ったら減点ですよ、はい、いきますね、よーい、ここに出てください、ここに出てください、はい、かなり高得点を出すようなご視聴が結構簡単だよね、難しい、結構前にやっぱり2番13めっちゃ取ったのに、ダミーか、ダミーか、ダミーか、まだ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 さあ、いやまだです。このまま大予選戦の方に行ってください。その学校は大布団班だと思う。せーの、まるまるまるさん、正解はマキです。風に落ちないようにね。さあミラクルスタートした、お願いします、頑張って、頑張って、もういいタイム出たんじゃないですか。ミラクル最後のアストスパート、きっとね、スタミナ試したんですね。そうですね、ガッツポーズが出てます。ものすごいエンジン音で一気に駆け抜けました。